輔くんさん、ありがとうございます。そう、前髪ね、なんかちょっと切りすぎた。コロリンさん、ありがとうございます。長山さん、ありがとうございます。じゃん、かわいい、疲れ。ヒカルさん、ど真ん中にいましたね一列目のど真ん中こんばんは、皆さんこんばんは。そう、今日はね、ジュイナさんの卒業発表に田辺は立ち会うことができたんですよ。すごいすごいなんか今でもまだ信じられてなくて、あんまり実感できてないんですけど、って感じゆきさん、ありがとうございます。まあ、まだ実感湧いてないって感じですね。そう、田辺結構ね、卒業発表、いろんな方の卒業発表に立ち会う機会が結構多くって毎回びっくりしてるんですけど、ペンペンさん、ゆきさん、ありがとうございます。毎回毎回おおみたいなね、びっくりした。そう、田辺もまだ頭の中が整理できてないので、整理できたら話しますねメールとかに書こうかな、整理できたらですね、なんか、あ、田辺はまだいるよ、なんだっけ、今日はですね、メイクってか最近メイク薄くなったんですけど、そしたらゆずぽさんがね、そっちの方がいいって言われたから、田辺これから薄いメイクにしようと思うナナツさん、ありがとうございます。こっちの方いいかな今日、前髪切りすぎちゃって、なんかね、ちょっと切らないようにする、しばらく。そう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 、今日ね、いつもと違うアイシャドウにしたんですよ。そうなんですよ、実は。公園ね、メイク自分だよ、基本。なんていうの、アイシャドウの色を茶色くしたそう、今日あのね、そうそう、ピオスさんのね、ツイッターの写真、本当にびっくりして、みずき、そう、わぁみたいなびっくりした。今も公演終わった後のメイクだから、結構メイク
崩れてる。めっちゃ寝てた、爆睡してた。A カロリーさん、ありがとうございます。うん、下にもね、茶色いシャドウ入れてるよ。そう、いつもね、ひなぴよをね、みずきの肩借りて寝ること多いんですよ。で、みずき、昨日だっけ、一昨日か忘れちゃったけど、はみずきが借りた。あの写真はひなぴよの肩によくかかってる。アオミサイナみたい。赤シャツさん、ありがとうございます。まあ良かったですね、まだああいう目じゃなくて、半目みたいな、このまま目じゃなくて、多分普段の水木は半目なんだけど、そういうのじゃなくてよかった。寝顔がなんか白目向いてるみたいな。そう、あのね、香水ね、かのさんいつもいい匂いするから、田辺もいい匂いかチェックしてもらいに行った。ゆうきさん、ありがとうございます。そう、かのさん本当にね、いい匂いいつもするから、田辺も最近この匂いをお気に入りで見つけたのがあるからあったんですけどみたいな感じで。そう、あ、今日誕生日、これは祝わなきゃですよ皆さん。はい、ハッピーバースデートゥーユー。はい、皆さん8っていうやつを準備してください。ハッピーバースデートゥーユー。はい、ハッピーバースデーディア春弓のゆみちゃん。長い。ハッピーバースデー to you。 おめでとうございます。はい、8888888。いいです、今日はゆみさんの誕生日ですよ。おめでとうございます。そうだ、今日誕生日だって言ってたじゃないですか。よかった、配信して。ちょっと一回ランキング読みますね、ごめんなさい。13位プックンさん、12位ジュンさん、11位マックスさん、10位ミノルさん、9位エイジさん、8位ペコポンさん、7位ペンペンさん、6位ケイヒロさん、5位ナナツさん、4位アッシーさん、3位ヨイチさん、2位ジュンカッコさん、1位ヨシさん、ありがとうございます。そう、お誕生日は1年に1回のさ、大切な日だから、そうそうそう、少しでもさ、田辺なんかで幸せになって、田辺が祝うことなんかで幸せになってくれたら、それはぜひとも祝わなきゃ。優しいみっちゃん。でででで、あとどれくらいで配信、もう、もう1分ぐらいしかないんだ。そう、みずきは女神様だから。そう、ありがとうございました皆さん。ちょっとね、短い時間だったけど配信できましたね、なんとか。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。じゃあね。